米津玄師です。テレビアニメチェンソーマンのオープニングテーマを作らせていただきました。曲のタイトルはキックバックというタイトルになっております。アレンジで、常田大樹さんに参加していただきました。チェンソーマン、ずっと漫画で読んでて、結構久しぶりにその毎週次どうなるんだっていうのでめちゃくちゃ楽しみな、本当稀有な作品だなっていう印象があって、なんか前にちらっと話したりしてたんだよね、そのチェーンソーマンについて。チェーンソーマンいいよね。そう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 、で、あ、それなら大樹とやればより良いと、いう予感があって、頼んだという経緯になりますね。あとはアニメがどういう風に、ただなんかあの予告出てたけど、結構やばい。いや、非常にもう力入っているし、個人的にも楽しみですね。もう関わってる関わってない抜きにして、このキックバックって曲が米津玄師史上多分一番シャウトしてんじゃないと思うんだけど、ね、大樹が参加してくれて、まあ、到底自分からは出てこなかっただろうなっていうのが、まあ、ちょっとあれだよね、米津に油を注ぐ役割とかそうね、もっと燃え上がらせるっていう役割で、だいぶこうブーストしてくれた感じはあって、非常に大満足です。いや、だから本当オルタナティブロック全開なんですけど、今回かなりいいんじゃないかなと思って、ますけど、個人的に今回アレンジにあたってモーニング娘。の「ソーダ・ウィア・ライブ」という曲を使わせていただいて、やっぱ小学生くらいの頃って、もうモーニング娘。がとにかくいろんなところで流れてて、もうそれを避けて通るのは不可能みたいな、幸せになりたいって歌ってるのね、幸せになりたいがその幸せになりたいって歌ってて、その幸せ、そうそう、モーニング娘。が、それでなんかその幸せになりたいっていうのがずっと頭の中でリフレインしてた小学校時代があって、今回の曲の制作にあたってなんかそれを思い出して、そっからなんか紐解いていったらこれしかないっていう、持ってきどころもしびれるしもう狂ってるよ、マジでのかな、マジで狂ってると思った。すごい、全然自分にとっては必然的な あれなんですけど、非常にいい曲になったと思うんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。